はい、涌田さん、こんばんは。いつもお世話になります。今回ですね、チャンネル登録者数が100名になったことと、あと、いつ頃始めて、どういうきっかけでね、ブレイクしていったのかっていうことをグラフとともに分析していく姿がね、すごくわかりやすかったですね。で、振り返ってみると、確かにこの時に、こういうふうな私もね、関わりを持たせていただいて、それによってこういうふうに結果が出てるなと。特徴的にはこういうふうにね、始めた時から、ちょっと推移しながらドンと上がって、そしてまた推移しながらドンと上がってっていう風にね、なってるかなと思います。やっぱりこういうね、なんですかね、ブームに乗ってというよりも毎日着実に続けていく中で、あるテーマが支持を受けて、そして次のテーマがまた支持を受けてっていうこととかね、あとはテーマだけではなくて、涌田さんっていう存在が、涌ちゃんさんっていう存在がですね、知られることによって登録者が増える、再生数が増えるっていう、この2つの流れが合致したとっても綺麗なグラフの推移になってるかなと思います。これからですね、やっぱり固い話題としてはですね、 ADA のことを今のペースで続けていっていただいたりとか、やっぱりね、英語が使えるようでしたら英語の動画もアップしていくことによって、日本人対象ではなくてね、そのカテゴリーに興味のある、英語圏の方にも投げかけるっていうのがやっぱり圧倒的に有利だと思いますので、それを続けていければなということですよね。で、やっぱりね、画面も結構いいですね。サムネイルも。サムネイルが、A だってものに興味がある人の関心を引きやすいのと、ライバルが少ないんですよ。A だってのは認知はされてるんですけども、情報発信者が少ないんで、やっぱり当てれるんではないかなと思います。言ってみれば私もですね、チャンネル登録者数が一気にね、5、6000人増えた、その半年っていうのは ADA の発信が強かったからなんですよね。暗号通貨の発信もしてたけども、 ADA ってものに絞り込んだ発信もしていたので、この ADA ファンっていうのがね、体のファンっていうのがぐっと私のところに来ていただいたのかなというところですよね。はい、それでですね、体の、ちょっとブームが去ったといいますかね、しばらくおとなしかった時にはやっぱり私のチャンネル登録してくださった方はそんなには見なくなったっていうのと、私もそんなにネタをね、提供できるような期間が続かなかったんで、何にもない時もあったんでね。で、私も ADA の投資っていうんですか、仕込みが済んだんで、特にああだこうだすることがなかった。要するに出し入れする時とかが、判断が2点3でする時はなかったんで、発信もなかったかなってことですよね。これからね、涌田さんのセンスのね、発信と、あとは涌田さんなりの解釈で、自分なりの、涌田さんならではの ADA への思いっていうのをどんどん詰め込んでいただければいいんじゃないかなと思います。特にね、涌田さんはすごくね、お人柄が出ていると思うんですよ。面白おかしく引っ張っていくっていうエンターテインメント性があるかって言ったら、これは正直あんまりないんですけども、なんかね、こうためになるっていう意味ではためになると思います。特に ADA っていうファンに、体だっていうファンに対して絞り込んでいく分にはすごくいいと思いますので、渡辺瑞香さんもね、すごくいい発信してらっしゃいますので、参考にしながら、切磋琢磨しながらやっていっていただければいいんじゃないかなと思います。だからね、再生数を上げることを優先するよりも、自分が思いを込めているものとかね、どうやったらこの今回の動画1本3分とか5分の中に、あ、そういうことだったのかっていう気づきを1個入れるかってことをテーマにしていくといいと思いますよね。これからも簡潔で分かりやすい涌田さんなりの発信をしていけばいいんじゃないでしょうか。またご相談ください。それでは失礼します。